時刻は22時2分を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。たびたび夢大陸の時間でございます。はい、はい、皆さんこんばんは。巨人はコスプレだけはやってますけど、あとは、動画は見てます。以上です。今日もよろしくお願いします。クリです。はい、今スタートするときに、誰かがミュートしてないって、本日はですね、実在のフランス人のアーティストのパトリック・モヤさんという方がいらっしゃるんですけれども、その方の現代アートシムモヤミュージアムさんをご案内してみたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたしますね。おい、あの結構ね、楽しいあの現代アートが多いんで、あの難しくないと思いますんでね。ポップな雰囲気ですね、今。そうですね、モヤミュージアムさん、自分なのにアンチモヤパーティーでデモをしてるね、あの人たちがいるんですけどもね。フランスのこの、あ、フランス人の方なんでね、フランス語でなんかいろいろシュプレヒコールを上げてるデモ隊の皆さんもいらっしゃるんですけどもね。はい、まあノリとしては自分のシムなんだけれども、あれですね、なんだろう、もや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 言ってばっかりいるんじゃないよみたいな感じで自分でツッコミを入れてるという感じでね。はい、どこ行った？お、あれ、あ、こっちですね、こっちですね、置いてっちゃいました。ついてきてるもんだと思ってます。失礼いたしました。こちらでございます。失礼いたしました。歌よー。とは、北西側って言ったらいいのかな、もやってでっかく書いた文字のビルじゃないけどタワーがあると思うんですけれども、あれも中ちゃんと登れたりとかして作品が飾ってあったりなんていうことになってますんでね。おー、あの中に登れるんだ。登れますね。ただ字がもやーってあるだけじゃなくて、中ちゃんとあの入れるようになってて、あの上に上がっていくごとにあの作品が飾ってあるなんていう展示。すごいね。え、これ一つも？今いるところは一シムですね。で、同じような感じで、まあ、違う、なんつったらいいんだろう、すごい数だね、アート作品なんかがいろんな形で展示がされてるっていう感じ。うん、はい、ではじゃあ、盛りだくさんだ。はい、こちらの方へ進んでいってみて、はい、あ、綺麗ね。なんかもう何も考えずにパッと見て、まず色で、あ、綺麗だなって、うんうん、思いますね。これ面白いなっていうのは結構でしょ、うんうん、で今あの奥に映ってるあの顔が変わってる、うん、パパパパって変わって、あの、うん、もやさんご本人の写真と、あとは、マスクをかぶって、マスクのそのアートをしたマスク、うんうんうん、あ、マストじゃないや、マスク、うん、でなんて言ったこともされてて、まあ、その辺の表現なんかもね、ああいう今見えてるような感じで、あの展示してあったりとかですね、うんうん、あとドリー君がここで舌をドリー君がペロペロっと舌出してるしてたりとかですね、うん、こんな感じでいろんなものが飾ってありますよ。うん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 、なるほどね。で、そのスポンサーさんがあのチームを提供して、そうこういった展示をしている。モヤさんのやつはすごいね。はい。あ、四シムも提供されているんだ。そうですね。シムもいっぱいありますんで。あ、ここシムだ。はい。でもなんかあの僕も昨日モニちゃん、あ、進めなくなった。こう難しいこと考えないで、うん、見て楽しいなっていうのが結構多いでしょ、こういう感じで。うんうんうん。またケルク登ってる登ってるめっちゃ見てるし、なのであの 3D の世界なんかでもあのセカンドライフが行われる前とかからも、それこそ なんとかビットとかそのぐらいのパソコンの時代の頃から、もうパソコンなんかを使って、うん、あ、自分の作品表現されたりなんてこともしてらっしゃるんで、ね、いろんな作品が数多く揃えてるというか、
作られたアーティストなんですね。ペインティングとかドローイング、彫刻とか陶器とかデジタルアート 3D もって。そうですね、いろんな多種多様でございますね。まあ、今いるところは、まあ、そんな中でも、あ、絵画的なものといったんですかね、そういった感じのものがこの建物は数多く展示している建物になっています。おい、すごい、てんこ盛りだね、ここすごいね。で、しかもここ結構高い建物を作って、うん、その建物を実際登ったりできるようになってるんですけども、その登ったところにももう数多くの作品が飾ってありますんでね。でもゆっくり来たらすごい楽しめますね。そうですね、ここ結構じっくり見ていただいても楽しいですよ。なるほどね。普通なんか同じようなものだけしか置いてないようなところあるじゃないですか、うん、で今、ここにいるところはこういった感じで絵なんですけども、これからご案内するところなんかはですね、また違った感じのですね、うん、作品すごいなこれ。しかも入り口の上のところにカタカナでもやってでっかく書いてあるのとか、結構これ建物のこの木目のテクストとかもこう自分でこうやって書いてるんだよね。でしょうね、これタッチが周りの味がある似てますよね。なんかもうカタカナでもやって書いてる。そう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 、これカタカナでもやって書いてる。これがまたちょっと面白いでしょって感じで。全然、あ、サウンド消しちゃっていいのかしら。私全然今声がしない。こんな感じで、あ、なんかデモ隊がいっぱいいるんだ。ちょっと待って。あれあれ大陸はこの辺でお別れでございます。来週も皆様お楽しみに。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 バイバイ。お楽しみに。バイバイ。あ、またちゃう。世界は二人を引き離して会いたくて会えない日々を数えて、hey! そう、今以上消せない二人の距離、まだ響かせて忘れ'cause I